今回はね、竹中平蔵さんについてちょっとお話しします。まあ、コメントにもありましたように、私がね、竹中平蔵さんのことを好きなんでしょうっていうふうなねことで言われますけども、まあ、そうですね、竹中平蔵さんについては、書籍と、あとはね、書籍だ、主には書籍ですね、書籍を見て知ったんですけども、結構ああいう考え方好きだなと思いました。書籍をね、読まれてない方がほとんどだと思いますけども、経済学を非常に分かりやすく伝えてくださってますし、あとね、まだいろんな説があって分かってないところもあるんだよってことも解説してくれてるんで、竹中平蔵さんの書籍はものすごく好きでね、竹中平蔵さんの学校で学びたいなと思って慶応義塾大学の方にね、受験してるのは確かでございます。ただですね、竹中平蔵さんについて悪い噂があるのを知ってるんですよ。もちろんインターネットを使ったりとかね、したりとか、竹中平蔵氏が日本の経済を壊したとかなんとかっていうのもあるんで、そういう噂も知ってますけども、その噂を鵜呑みにするのか、竹中平蔵さんの発信を聞いてみて、そして自分で判断するのかってことがありますんで、私はことさらに竹中平蔵さんが大好きだよっていうことはないんですけども、ただね、いいところも悪いところも当然人だからあると思うんですよ。そしてそのいいところをどのように使っていくか、悪いところをどのようにかわしていくかっていうふうにして、発信者との距離感をつかんでいけばいいんじゃないかなと思うんですよね。よく言われるのが、竹中平蔵さんが全てをね、自由化してしまったとかね、規制緩和をしてしまったのが全て良くなかったって言いますけども、じゃあ自由がダメなんだったら不自由が良かったのかなとかね、規制緩和っていうのは既得権益をどんどん壊したってことなんで、それが非難されてるのかなって思うと、その噂はね、その真実に当たらないのかなっていうところもあるんですよ。ただ同時に感情としてね、感情としていろんな迷惑を被ったり損をした人が、元はといえばあいつがっていうふうに思いたくなるところも分かりますし、それがね、共通の理念として竹中平蔵さんとかね、小泉内閣に、敵視する意味で向かったっていうのもあるだろうなと思うんですよ。結局誰かが何かを決断すると、割を食う人っているんですよね。で、割を食わないようにうまく立ち回った人が、一気にね、富裕層になったりとか、駆け上がったりするわけなんですよ。だから今ある状況をどのように分析して、誤解なく受け止めて、それをどのように使っていくかによって自分の人生が決まっていくとしたら、今目の前にある制度を使い切っていくことと使い切れなかった人っていうのが、やっぱ分かれるんだろうなと思うんですよ。もちろんね、今持続化給付金とかね、現金給付みたいな話が出てますけども、じゃあ給付が実現してよかったねって話になるかっていうと、そうなのかなと思うんですよ。もちろん給付は今必要だと思いますし、給付はね、してほしいなと思うんですけども、じゃあその給付があってもなくても、じゃあ1年後はどうするんですかとかね、10年後はどうするんですかっていうものが私たちにはないわけですよね。で、そこまでが政府の方針とか竹中平蔵さんが私たちの人生を細かく見て責任を持ってくれるわけでもないんで、やっぱりね、なんかその竹中平蔵さんが言うことも知っている、そして他のいろんな有名人、著名人、識者が言うこともある、現実もある、その上でいろんな情報を取捨選択して、最終的な決断と行動は自分一人でしていることだと思うんですよね。で、自分がやった行動に対してうまくいった時に、あなたのおかげです、あの人のおかげですっての当然出ると思いますけども、自分のやった行動の結果うまくいかない時に、あいつのせいだ、こいつのせいだっていうのは、やっぱりこの年になるとね、非常に私は言いにくいんですよね。心の中で思うことがあってますよ。だからある意味誰かのせいであり、誰かのおかげなんですよね、きっとね。じゃあ誰かのせいというふうに声高に叫ぶのか、誰かのおかげだというふうに声高に叫ぶのか、どっちが運が向いてくるかなって考えた時に、私は誰かのおかげっていうことなんですよ。じゃあ今回の動画をまとめるとするとね、悪いことが起きたら自分の実力のなさ、いいことが起きたら皆さんのおかげ、この精神でいこうかなと思うんですよね。で、竹中平蔵さん個人に対しての感情、私はね、それほどまで意識してないんですよ。好きか嫌いかっていうと、私はね、その渡辺満里奈ちゃんとかいうのは好きですよ、ね、もう今結構私とちょっと上の50歳ぐらいになっちゃったかもしれませんけど、だからね、何が好きかっていうのは、その人が何をやったかっていうよりも、もう感覚の話なんですよね。ただなんか表情が好きだなとか演技が好きだなぐらいのもので、普段は全く意識してないんですよ。だから好き嫌いをもとに動画を発信するっていうのもちょっと違っててですね、例えば堀江貴文さんも私結構好きな方なんですけども、でもね、餃子の事件とかあったじゃないですか。あの餃子屋さんで私の後輩ですから、あれについてはどっちがいい悪い抜きにして、感情的にね、堀江この野郎とか思うわけですよ。だからといって堀江貴文さん全部を否定することはないですし、竹中平蔵さんがやったことの全部も否定しないんですよ。
そしてベーシックインカムの話があります。竹中平蔵さんの提唱するベーシックインカムは今の制度に7万円ぐらい足したらどうですかって軽く言った程度で、別にそういう風にするって決めたわけでもなんでもないんですよね。でそこに対していろんな妄想とか噂がもういろんなものが呼んじゃってね、大きくなってますけども、そんなこと気にせずに、じゃあベーシックインカム論になった時に人の意見はちょっと置いといてね、自分はどういうベーシックインカムだったら理想ですかっていうのを自分で作れるかどうかが問題なんですよ。誰かが言い出したことの非難をするんじゃなくて、そうじゃなくて自分だったらどうするかな、どういう制度がバランスが取れて不公平じゃないかなって考えればいい話なんですよね。だから人が言ったこととか人がやったことに対して不公平だって指を指すの、これ誰でもやるんですよ、誰でもね。でも肝心なのは、自分がじゃあ不公平が嫌なんだったら不公平じゃない制度が作れますかってことなんですよ。作れないんだったら勇気を出してこういうのはどうですかって提案した人を頭ごなしに否定するんじゃなくて、この部分は確かに公平だけどもここには修正が必要だよねっていうふうな対案を出していって、もっともっといいものに協力してやっていくっていうのが、まあ一番建設的なんじゃないかなと思うんですよ。私はまあそういうふうに思いますよね。ただ批判を前提として批判するんじゃなくって、改善を前提に批判をしていきたいと思いますし、じゃあどうする、どういうのがベストって言われた時にちゃんと自分の意見を言っていくってことと、自分の意見すら誰かに批判を受けるってことを覚悟しないといけないかなっていうことがありますんで、それをもとに YouTube 発信をこれからもしていこうと思います。私の発信にはね、必ず向かい風はあると思いますし、そして賛同者もいると思うんですよ。もうこれね、人の受け取り方は様々です。その日のコンディションによっても違いますし、その日の天気によってもその人の気分は違うんで、見るもの聞くもの出会う人に対していわれのない怒りを向けてみたりとかね、いわれのない感謝がされたりとかね、いろいろあるんですよね、まあ、だからいろいろあってこの世の中かなと思っております。以上でございます。じゃあ、ね。